シンプル簡単バージョンやってみました。すごいパワフル。もうなんかこう、愛に溢れてると思います。はい。ストレートでシンプルなんですけどね。四つ弾きでも十分この歌詞の内容とかメロディーライン伝わると思うんで、心込めて歌っていきましょう。今さっきも言ったんですけどね、今のバージョンは、ちょっとショートカットアレンジバージョンになってます。後半のかっこいいバージョンではフルコーラス一応やることになってますんで、濃厚ですからね。まずはこの簡単バージョンでこう、コードとタイミング、言葉のタイミング確認しながらやっていきましょう。まずね、ひとまずはガズレレ YouTube チャンネルの今のシンプル簡単バージョンの動画と一緒に合わせられるように練習して、ちょっとそれをゴールにしておいてください。で、それ練習し、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。これで1個ゴール達成です。はい、そしたらまあ次のステップに行こうと思うんですけど、次のステップは何かというと、今度は YouTube に合わせるんじゃなくて、ご自身、一人だけでこう音楽を生み出す。演奏してメロディー歌って、こうリズムも生み出す。この音楽を生み出すっていうのをね、やってもらいたいんですよね。その時やっぱりね、楽譜があるととってもいいと思います。楽譜を見て練習していって、いずれ覚えちゃいたいですけれども、まずじゃあ楽譜で練習していこうということになると思うんですけど、楽譜ってどこにあるんですかってなるじゃないですか。安心してください。楽譜はですね、ちょっと見てもらいたいんですけど、これ、今ね、こんな風に画像を書いて、これを見ながら演奏してたんですけど、こんな風にもうちょっとしたらこうドアップにして、こうやってみんなもメモったらいかがでしょうかというシェアするのもやりますし、今めっちゃ便利なサービスが始まってるんですよ。これです。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のあなたにを含む、ガズが今まで手書きで書きまくって書きまくってきて、もうものすごい楽譜、手書きノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さんが挑戦してみたいな、面白そうだなと思ってる楽譜、毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、
すぐに練習できるという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のあなたに、モンゴル800。見てください。ここ、丸1って書いてあるよってことは、こっち、丸2もありますよということなんですけど、見ていきましょう。で、これ、今回、シンプル簡単バージョンはですね、ちょっとイントロは省きました。イントロはショートカットです。かっこいいバージョンではここもバッチリ解説して、いろいろ書いてあるでしょ？弾き方が変わるんですよね、これ。ここにもちょっといろいろ書いて、これ、後半のかっこいいバージョンでは濃厚なイントロになってます。で、今のはね、この A メロのここから始まっていたということなんですけど、ここにこれ、ブリッジミュートと書いてある。これはね、後半やるリズムのね、解説なんですけど、これ、いろんなリズム出てくるんですよ、かっこいいバージョンでは。はい。コードはすごい簡単ですからね。で、この曲の場合、ワンブロックがこう、ちょっとちっちゃくなってるんで、シー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 、今、ねんねんねん、1、2、3、4、1、3、こんな風に見ていてください。はい。で、こんな風に映していくんで、ちょっとこう、メモっていただければと、一時停止してメモっていってください。それか、動画のデモ演奏途中のテロップをメモっていただくか、あとは先ほど紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜のデータそのものをダウンロードするのも、めちゃおすすめです。と。いうことです。ここになんかいろいろ書いてあるけど、ここはね、フレーズが入ってくるんですよね。かっこいいバージョンで。これも後で解説していきます。じゃあ、一時停止でメモってください。まずは A メロ1番、A メロ2番。はい。そしてここ B メロですね。ここのところは結構ね、後半のかっこいいバージョンでいろんなメロディーが入ってくるということで、これタブ譜が書いてあります。後で解説していきます。はい。一時停止。はい。そしてサビですね。サビ。はい。サビを言ってもらって。で、ここの、この、まあ、C パートみたいなとこに書いてあるんですけど、眠れない夜夢で、ここのところをやって、ちょっと見てもらいたいんですけど、ここまで来たら、はい、ここ。簡単バージョンはもうラストへって書いてあります。はい。これで、飛ぶ場所がわかります。で、かっこいいバージョンは、サビ2へ行けって書いてあります。なんで、ここでかっこいいバージョンと簡単バージョンで2枚目でちょっと分かれるんですけど、じゃあこっちクリンパってひっくり返しますと。そうするとですね、はい、ここをラストって書いてあります。シンプル簡単バージョン、今のところまでやったらここのラストをやって、もう終わったぞということになってますと。はい。で、かっこいいバージョンではここでまたサビ、2回目のサビに登場して、で、ここまた C パートと言われるところを繰り返して、間奏やってまたラストに。ちょっと長いバージョン。まあ、フルコーラスです。かっこいいバージョン。こんな感じでやってみると思います。はい、じゃあこれも一時停止でメモっていってください。はい、大丈夫かな。はい。まあ、ガズクラブでね、これ楽譜でゲットしてもらうのもすごくいいと思いますよ。はい。ここにもなんか書いてありますね。はい、じゃあ解説していきましょう。出てくるコード。見ていただくと、はい。赤く囲ってるやつはちょっと後で解説しますね。今映ってるやつ、今日コード6個です。C と Am と F と Dm、G7、Em7 のこの入門コード6個でできました。はい。これは嬉しいやつです。これガズレレでは超絶入門コード。これです。ガズレレ必須コードのグループです。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃうすごい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきますんで、このリンク先行ってガズレレ必須コードはマスターしてください。いずれ遅から早からこれはマスターした方がいいと思います。はい。そんなわけでじゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングでガズがお伝えしたいのはやっぱり歌なんですよね。この曲ってこれ一応パンクロックというかロックのスピリッツ、ぐいぐい前のめりって感じなんですけど、歌もね、結構こうぐいぐい行きたい感じ。この一番最初の歌い出しをちょっとやってみると、人に優しくされたと、こ
この引く位置と言葉の位置、結構がっつりこうがっぽり四つで組んでるっていう、そういうところで力強さを感じているんで、この言葉のタイミングとリズムを一回確認していただいて、そしてからこのかっこいいバージョンの練習に入っていく方がね、パワフル、よりパワフルにスムースになると思いますね。歌の確認を今一度やってもらってからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、コード1個追加というか、フレーズの中でのコードなんで、ちょっとなんですけど、一応出しておきましょう。G というコードをちょっと今日はね、フレーズで使うんですけど、これ後でちょっと解説するわ。今日はね、ちょっといろんな弾き方が登場するんで、まずリズム。今日出てくるこの曲のリズムの紹介しましょう。今日出てくるリズムはこれ !8 ビートと8ビートのチャット、ブリッジミュートとカッティングとアルペジオ。めちゃくちゃいっぱいあるやんって感じですけど、ひとまず今ずらずらと並んでるこの5つの弾き方、ここにリンク貼っています。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレのホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、ご活用ください。そしてですね、ちょっと今日はいろいろあるんで、最初からイントロからずっと濃厚に解説しておこうと思います。じゃあイントロからいきます。イントロではですね、これ本当はこういうフレーズなんですよ。すごい速いの。ダンダカ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 、これかっこいいんですけど、ちょっとね、これは難易度高いかなというふうに思って、ガズレレオリジナルのアレンジで、カッティングでやろうと思います。ちょっと、これをやってみようと思います。見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。本番、モンゴル800ではその勢いいいやつなんですけど、ちょっとウクレレだとね、だとちょっと忙しいかなって感じで、カッティングでそれを再現しました。カッティングはいきなり出てきました。カッティングっていうのは、音がバーッと寝てるでしょ。弦にちょっと触れて、その時に音が止まる。これをカッティングと言います。その止めてる時に、弾くとカチャッという。一瞬にして止めてるんですよ。これパターンとしてはこう、タツツタツツタツタツツタツツタツ、これが基本なんですけど、最後の F と G7 のところだけ矢印マークで、これシンコペーションといってリズムがドカンと前に入ってきます。ちょっとゆっくりやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。タツツタツタツツタツツ。Aマイナーいて、タタツタンダダン。これがイントロ1。はい。次、どんどんいきますよ。次はね、モンゴル800さんのアレンジだと、ここドラムが、ドダンス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 めちゃくちゃ速くなるところ。これね、どういう風に表現しようかなと思ってたけど、ね、以前やったバージョンでは、ダン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 、これね、再現してみたんだけど、ちょっとなんか、なんかバタバタするなという感じで、今回スタイリッシュに今の勢いを表現できる弾き方をちょっとやってみます。8ビートのチャをちょっとアレンジした。いい感じで、勢いがある感じですよ。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、わかった。ツチャーチャパッチャパッチャ、ツチャーチャパッチャパッチャ。これね、なんというかこう、スカビートっぽい感じなんですけど、8ビートのチャと、を応用して、8ビートのチャを応用したフレーズですね。ツチャンチャツチャツチャツチャパンパチャパッチャ。パンパチャパチャパチャパンパチャ、ちょっとスピード感、ドライブ感あるでしょ、かなり。ちょっと今まで出てきたことのないリズムですけど、すごくこうパンクロックのめっちゃ速いドダンスダンドダンスダンってこのドラムを再現してます。もう一回ちょっとゆっくりめで、ワン、ツー、スリー、フォー。チャパパチャパチャパチャパ、やってみてます。これね、一番最後の最後のエンディングのところでも、この、弾き方出てくるんで、チャパーパチャパチャパって一応書いておきますけどね。はい。そしてその次、いきなりフレーズが入ってきます。はい。これタブフ乗っけておきます。これタブフだって言うんですけど、これ読み方わかんない方、概要欄にタブフの読み方貼っとくんで、ちょっとそれ勉強してから今後戻ってきてください。ちょっとやってみるとフレーズですね。まず2弦の1フレットを弾きます。はい。次2弦の0フレット開放弦。その次3弦の2フレット。はい。その次、2弦の3フレット、1フレット、0フレット。3、1、0。はい。次、1弦の0フレット開放弦。次、2弦の3、1。ここで止まる。不思議なフレーズですね。もう一回やってみます。せーのー。っていうフレーズです。ちょっと流れでやってみようか。チャパパチャパチャパチャパパチャパチャパチャパパチャパチャパチャパ F。こういう風に、これもフレーズ。このフレーズはですね、リズムが2拍3連というリズムで、ちょっと聞いてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 、チッチッ。ヒート、ニート入ってきます。
ダン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 、はい、このタイミング結構難しいです。もう一回チャッパッパチャッパチャッパチャッパッパチャッパチャッパチャッパッパ F でドン、ダン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 、ワンツーヒートーニー、はい、このタイミング結構難しいです。何回もちょっと練習してみてください。このフレーズ一にまたこれ一番最後の最後でまたもう一回登場しますんで、確認しておいてください。はい、じゃあ歌の中入っていきます。でね、A メロ1番、人に優しくされた時の出だしのところと、あとサビの終わった後の C パートってここで言ってるところの、眠れない夜、最後は流れゆく日々。ここのところではです、ドン、ブリッジミュートソー。これがね、結構かっこいいんだけど難しい。ちょっとやってみると A メロでいきます。ワン、ツー、スリー、人に優しくされた時、ジャンダカダカダジュクジュクジュクダジュクジュクジュクダジュク、これブリッジミュート奏法という奏法なんですけど、これまあその動画でもしっくり解説してますけど、この白いところ弦がこう飛び出して、ここのところにこの手のこの部分をこうやって置いてです、音を潰すんですよね。これをやります。なんで手首が触れないんで指で弾くようなもうイメージです。ここで弾くような。で、この曲の場合、コードが C と Em7 と F と G7。一発目だけダーッとオープンにしてあげる。ダーッカカカカカカ、ダーッカカカカ、ダーッカカカカカ、ダーッカカカカ。こんな感じです。ダーッジュ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 。こんな感じ。ダーッグングングン、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 ダーッグングン。はい、このブリッジミュートがこのパンクロックとかのロックの世界でこのブリッジミュートすっごい出てくるんで、このウクレレでなんとか再現しようと思ってやっております。ちょっとゆっくりこのコード進行で練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、ゴー。 C、ジャッ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 。はい、これが基本です。これを早く、弾きながら歌うで、これちょっと独特のこの指の向き、なんか不思議だよね。ここが固定されているから、ここをずっとこう固定してるから、こうやって弾くしかないですよ。振っちゃうとここ離れちゃうからね。このブリッジミュートは結構いろんなパート出てくるんで、練習よくしておいてください。そして、A の 2番目、流れゆく日々その中でからは、もうドライブ感抜群の8ビートのチャで。グイグイ行きましょう。で、今日 B メロがね、またこれがね、大変なんですけど、あ、そうだ、ちょっと言い忘れてました。A メロの中でフレーズが入りますね。ちょっと A メロの1の、あなた疑う心を恥じて信じましょう心から。ここやってみましょう。これまたタブーのフレーズなんですけど、一回やってみます。あなた疑う心を恥じて信じま、次ですよ。心から心から。はい、タブを見ていきましょう。まず最初、F ですね。F を押さえといて、そのまんま、この赤く囲ってるとこ見てください。はい、2弦の1、0、3弦の2、その後 C ですね。この、はい、心からの、この心から、この2回目の子が2弦の1フレットです。心からなんですけど、最初の2弦の1フレットはこれ F なんで、信じましょう心から、こんな感じで、ここでシンコペーションマークが下に入ってるんですけど、リズム前にスコーンと食い込んでくるよということなんです。これフレーズで弾くと、デンデンデンジャーンって C がねちょっと食い込んでくる。もう一回、信じましょう心から、はい。これ A メロの最後に毎回このフレーズが入ってきますということですね。はい。そして今日ね、この、B メロ、なかなか今日大盛りでございます。ここにもフレーズが入ってくるんですけど、ちょっとやってみましょう。泣かない、ここエドビートちゃ、愛しい人よ、ここで勝手に寝る喜びか。はい、ここ結構重り。ここね、最初の泣かないで愛しい人よは8ビートのチャで、悩める喜びってここ、ダー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 ってちょっとリズムがドンと落ちるんですよ。そこはね、ダーダーチャカチャカ、ダーダーチャカチャカ、カッティングでチャカチャカやってます。ダーダーチャカチャカ、ダーダーチャカチャカやって、その次フレーズ、またタブーフです。今度ここで、さっきちょっと紹介しようと思ってた G が出てきます。G のコードちょっと確認すると、G のコードっていうのは、押さえる場所、こことここと ここの3箇所なんですね。普通 G7 なんで置き換えちゃうね、ガズレレでここがなんですけど、今回この G をこういう風に押さえるんですが、今日のパターンで言うと、人差し指で1、2、3弦の2フレットびっちり押さえちゃって、これちょっと立てるんですね。そして、フレーズ、ちょっと見てもらうと、この形のまま1弦に注目。2、2、2、2、5。2、2、5で C のシンコペーションですね。
ちょっと悩める喜びからやると悩める喜び感じよ感じよよで感じよのよで一弦の5フレット小指で感じよルルレダこんな感じ。このフレーズはだから最初 G をずっと G を押さえたままでいいですから、1弦だけが、2、5、3ってことですね。はい。ちょ、シンコペーション、ここも。2、5、3がシンコ、でんでんでん、どーんですからね。はい。もう一回、悩める喜びか。はい。こんな風な感じになっています。ちょっとあんまり細かく考えずに、イメージで、でん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 。はい。このフレーズが結構毎回入ってくるぞということでございます。で、 B メロの一番最後のところで気がつけばもう僕のここまたブリッジミート家の中、はい、ここで一個ものすごいキーワードがなるフレーズを弾いてみるんです。サビに入る前に一瞬芸がちょっとあります。気がつけばもう僕のブリッジミート腕の中、これをやりたい。これブイーンって入ってるんですよ。これはね、3弦の2フレットを1回弾いて、引っ張るんですね、下に。チョーキングという技です。わかる？弾いといて、こうやって、下にギューッとこうひねる。で、音程を変えます。この一瞬入れて、あなたにちょっとやってみたいんですね。気がつけばもう僕の腕の中。かっこいいでしょ。これはね、結構インパクトある。モンガル800でもここギターの音がキューンと入ってて、かっこいい。これをなんとか再現。3弦の2フレットを、ちょっと引っ張ってあげる。チョーキングする。これはちょっと小技ですけど、ちょっと余裕出てきたら入れていきましょう。で、サビはもうシンプルに8ビートのチャンネルドーッと駆け抜ける感じ。そしてまたその後、サビの後の眠れない夜、夢で会え。またブリッジミートのダーツッ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 ダーツッツッツッってやって、で、また2回目のサビなんですけど、この2回目のサビでちょっと決めが入ります。あなたに会いたくて、1回目はこれ、会いたくて次です。わかった。ダーダーチキチキ、ダーダーチキ。B メロのね、さっき出てきた悩める喜び感じようで出てきたダーダーチキチキ、ダーダーチキチキって、これは同じ感じですね。あなたに会いたて、こんな感じですね。ダーダーチャカチャカ、ダーダー、ちょっとリズムがどんどん落ちる感じ。で、そのままの勢いでまたサビに繰り返して、また、2番の C パート、流れゆく日々。ここもブリッジミュートでこう言って、手を取ってくれますかな。あと、感想ちょっと一瞬入るんですが、ここで一回コッとこう、リズム、ビートっていうか勢いを抑えたい。そこで登場するのが、8ビートとアルペジオの間ぐらいのフレーズを入れてみます。ちょっとその感想やってみますか。歩いて行こう、取ってくれますか。はい。今の、8ビートだけど、アルペジオが混ざってる。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。8ビートってじゃんじゃじゃんじゃじゃんでしょ。でも、じゃんじゃパンダダン。アルペジオが混ざってる。ね、かっこいいでしょ。ダランドパンダダン。アルペジオと8ビートが混ざったフレーズをやって、その後8ビートなんだけど、ちょっと強めの8ビートですね。ダンダダンダダンダンダダンダダンダンダダン。決め。ダダッダダン。ダダッダダと決めます。これもカッティングがいい。ダダッダダン。そして最後のエンディングのあなたにでいくんです。ここはイントロで出てきたチャパーパチャパチャパがまたここで出てきます。もう一回、感想からいきます。君が入るよ。ダダッダダッ。これで、エンディングを2回繰り返して、一番最後にまたあのフレーズ。で、C で、ジャカジャンというふうに終わるという、もう山盛り満載の、もうなんかね、もうブレ、なんていうの、アスレチックゲームみたいな状態になって、次から次へとこう無理難題が出てくるんですけど、それをこう、よじ登ってこう力強く進んでいくみたいな、そんなイメージ練習すると楽しいかもしれません。はい、これでいろいろこう弾き方でね、いろいろバリエーションはあるにしても、やっぱこの曲の一番大事なのは、ハートですね。あなたに会いたくて。
この気持ち、なんかもう歌詞を読むと本当涙が出そうになるくらい、もうストレートに心に響きます。もう私があえてここで説明する必要はないでしょう。皆さん歌詞をじっくり読み込んで、やっぱこのパワフルな演奏とその切ない気持ち、それがグッと合わさった時に素晴らしい演奏が生まれると思います。やっていきましょう。モンゴル800のあなたにガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、1、2、3、4。このパンクロックのこの疾走感とあなたに会いたいという切ない思い、まあ、この曲はエネルギッシュ、力強くいきたいですよね。はい、でもまあ一個のアレンジとしてすごく優しく弾くのもあるかもしれないですよね。人に優しくされた時みたいな優しいアレンジでチャレンジするのも面白いかもしれませんが、まあ、今回はね、モンパチのあの迫力ある感じでちょっとやってみました。皆さんちょっとね、難しい時はこれパートごとが分けてやるのがいいですからね、じっくり長い時間かけて取り組んでいきましょう。ジラボ祭り5月25日開催、オンラインで開催ですよ。この参加要項とかどんな形になってるか、参加方法もね、詳しく概要欄に貼っておくんで、特設ページぜひご覧ください。この本絶対読んでください。主婦の友社から全国発売中。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってる、ご機嫌ガズレレデイズ、めちゃくちゃいいエッセイ本です。写
真もたっぷりで楽しい方になってます。よろしくお願いします。あとね、ガズレレではですね、いろいろあるんですけど、このリットミュージックさんというところから楽譜の本をたっぷり出してるんですよ。さっきあのね、ご機嫌ガズレレデイズはいいこと言ってるエッセイ本ですけど、こっちは楽譜の本、もうありがたいことに皆さんにたくさん手に取っていただいてベストセラーになっております。こっちもご活用ください。 Amazon とか書店さん、楽器店さんなどで取り扱いがあります。あとね、ガズレシピというねアプリがあるんですよ。ガズレレではアプリ、皆さんインストールしてくださいね。インストールは無料で、中でね楽譜変えるものもあります。無料で見れるのもあるんですけど、あのこっちはかっこいいバージョンも載ってる楽譜なんでめちゃくちゃいいですよ。アプリご活用ください。自動スクロール機能とかね、メトロノームもついてたりかなり便利になってます。でね、このね、レシピ、ガズレシピのアプリの中で使われてる楽譜が本になったりしてますから、こっちの書籍版もよろしくお願いいたします。でこのガズレレの親戚ブランドとしてですね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ。私とアイズルハニーさんが先生役で、世界一簡単ピアノ教室ガズピアノっていうのやってます。私ガズが考えついて発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化したピアノの弾き方なんで、もうあっという間に弾ける夢のようなね弾き語りピアノできると思いますよ。これ概要欄に貼っとくんで見てみてください。そしてガズレレではいつもここに水引きが挟まっていたり、キャップかぶっていたり、この毛糸のストラップだとか、今着てないけど T シャツだとか、もういろいろ楽しいグッズがあるんですよ。ステッカー、キーホルダー、もういっぱいあります。バッジもあるし、その辺はですね、ガズレレ公式ホームページのこのバナーを見てもらうと、このバナーにいっぱいありますからね。どっちにしろこのガズレレ公式ホームページを見てもらうと最新情報などいろいろ出てますんで、いつでもチェックしといてください。さあ、そういうわけで今日のレッスン動画これにて終了でございます。毎日音楽がある生活素晴らしいですね。どんどん叶っていきましょう。それではごきげんよう。さようなら。